アルキロコスは古代ギリシアの詩人である。傭兵だったと言われている。アルキロコスの生涯はアルキロコス自身の首都古代の伝承から次のように考えられている。アルキロコスが生まれたのはパロス島で貴族出身のテレシクレースの私生児として生まれた。父親がデルポイの神託に従って多ス筋前の植民を指揮して島を去った。 アルキロコスも父親の後を追ってタソセ島に行った。貧困が大きな理由だったが、別の理由もあった。それは、パロス島民のリュカンベスに対する個人的な失望と憤怒だった。リュカンベスは、アルキロコスと娘ネオブーレーとの結婚を約束していたのだが、それを保護にしたのである。アルキロコスは、リュカンベスを偽証の罪で訴え、さらに、デーメーテールの祭りの時、 傷ついた心を憎しみに変え、風刺しで娘を罵倒した。その死のせいで、リュカンベスチチコは首をつって自殺したと言われている。多祖筋前の植民は、その時代は、植民地下に熱心な時代で、土地を持たない、根を持たない若者ならびに、何も相続するものない子政治が、傭兵として移民することは、典型的なことだった。さらに、個人的なテーマを扱う詩人。 つまり、女情詩人としても意味があった。サッポーやアルクマンといった初期の女情詩人たちは、ホメロスの女子詩形式を捨て、自分自身の生活、経験、感情、姿勢を歌っていた。結果的にアルキロコスの風刺詩は、ホメロスとヘシオドスの女子詩と並んで、宗教的祭りとして詩を朗読して生きる、有力のラプソドスたちの人気の詩になった。アルキロコスは、歴史的、 私的想像力で兵士としての戦闘と詩人の精神の情熱的な交差を叙述した。アルキロコスの特徴であるその両面は次に紹介する詩の断片の中で簡潔に表現されている。または、しかし多層筋までの生活は幸せではなかった。アルキロコスの富に対する希望は失望に終わった。ギュゲスとその方向の黄金星の数々は私とは関係ない。 嫉妬は私を支配しない。私は神のその仕事を羨まないし、それを思いのままにしたいと憧れたりもしない。そんなものは私の目を魅了しない。アルキロコス自身によると、タソス島は、ゼンヘラスの不幸が出会う場所だった。そこに住む人々は絶えず、隣人との戦いに、トラキア人部族の西安図との戦争に巻き込まれた。 アルキロコスは盾を捨てて戦場から逃げ出した。しかし、アルキロコスはそれを不名誉とは感じなかったようだ。むしろ、アルカエオスのように、アルキロコスはこの事件を賛美した。現存する断片では、アルキロコスは命が助かった。自分自身を祝し、他の盾を手に入れるのはたやすいことと歌っている。タソ数島を去った後、アルキロコスはスパルタを訪れた。しかし、 前述の卑怯な行為と作品の不道徳さを理由に町から追放されたと言われている。アルキロコスは次にイタリア南部のギリシア人が住むマグナグラエキアを訪ねた。その土地は好意的だったとアルキロコスは語っている。それから生まれ故郷のパロス島に戻り、ナクソス島民との戦闘の最中に戦死した。アルキロコスを殺したカロンダスもしくはコラックスは ムーサのしもべを殺すだろうという信託を受けていたという。アルキロコスの作品にはエレゲイアとヒムノスがあり、そのうちの一つはオリュンピア祭典競技の勝者によって歌われたものである。詩はイアンボスとトロカヨスという二つの陰脚形式で書かれている。ギリシアの修辞学者たちはアルキロコスがイアンボス詩を発明し、それを風刺詩に使ったと信じていた。 それ以前にあったギリシアの詩の形式は唯一ジョジシのヘクサメトロスだけでエレゲイアの因律はその派生物だった。しかしヘクサメトロス詩のゆっくりした構造は風詩のキビキビした軽やかな表現には全く適していなかった。古代の権威者たちは皆アルキロコスの詩を行々しい言葉で称賛することで一致している。アルキロコスの詩は確かに 力強さと柔軟性、緊張した迫力、そして何よりも強烈な熱意とエネルギーを持っている。ホラティウスはアルキロコスの怒りといい、ハドリアヌスはアルキロコスの死を激しいヤンボスと呼んだ。アルキロコスの同国人はアルキロコスをホメロスに匹敵する詩人として敬い、二人の詩人の彫刻を同じ日に奉納した。アルキロコスの死は 古いイオニア方言で書かれている。アルキロコスの詩は断片の実が現存していて、ギリシアシカ集に収められている。これまで知られていなかったアルキロコスのエレゲーアイリ律で書かれた詩の30行が近年になってオクシリンコスパピルスの未出版の写本の中から発見され、ザオクシリンカスパパイライ、ボリュームクシックスで発表された。内容は、 トロイア戦争の原因となった出来事を描いていて、その中で赤いイア人がミュシアの王テレポスと戦う。ありがとうございます。